吉さんお疲れ様ですえ実はね41歳の女性の方からご相談をいただきまして、まあ、半年ほど前だったんですけどもねそれを今回お伝えしようかと思いますその方はですね、まあ、7年ぐらいちょっとエロチック系のですね、えー、ライブ放送をやっていたらしいです FC2 とかでやってたらしいんですけどもねだんだん儲からなくなってきたと いうことだったんですよでそのエロチック系なんですけども始めたのが30過ぎで、えー、当時ねでもねあのまだ20代っていうことで一部顔を隠していつも制服姿でちょっとエロチックな放送をしながらね稼いでいたらしいんですけどもさすがにその方が言うには30の半ばでもできるこういったエロ放送当然 女性の参入者はどんどん増えて中にはね40代でもなんか若く見えるような形でやってらっしゃる方がいるとつまりはこのエロチック放送ね若い女性じゃなくてもまあできないことはないらしいんですよまあもちろんね本当に若い方があの出せる部分が多いので儲かるらしいんですけどねでも30代でも40代でもできるっていうところでやっていたんだけどもさすがにね アクセスはそんなに取れないそうなんですよでこの度40を過ぎて41にもなってああもうこれは限界が来たなともう無理だなと意欲も湧かないしさすがに虚しくなってきたということでね辞めたそうなんですけどもついか辞めるそうなんですけどもそこで私の方にねご相談いただいたんですよまあ、この方は何年か前からそっか塾に入ってくださったんですけども私は体を張って自分のやりたくないことをやりながら それでも何とかお金にしてきたけども全然お金が貯まるわけでもなくてね、うん、確かに単価は高めでいってるんだけどもあのお客さんがねずっと定住しないらしいんですよ入ってきちゃ他のもっとね自分好みの女の子のとこ行ってみたいなで常連になればなるほど離れるらしいんですよつまりは5年間自分の放送を見てくれる人はいないらしいんですよ3年ぐらい経つと大体年齢を指して 他の明らかに新規で若いだろうなって方に行くそうなんですよそうですよねだって同じエロチック系放送者の方のファンになっていても3年経ったら3歳年取ったなって分かるわけじゃないですかだから離脱が起きやすいらしいんですよだからリピートに限界があるっていうふうに分析されてましたねでそこへ行くと久保さんは10年間なんでねこうやって背景とか 編集とかあんまり気ににせずにうんただこう言ってみれば中年の男性が顔を出して喋ってるだけなのにやっていけるんですかっていうことだったんですよね私はだから素材に依存してないんですよね素材に依存してないとあくまでも私が口を開いてその思考をどんどん提供してるんですよねだから私の顔があろうがなころか実際は関係ないんですよでも素材を 自分の商売にしてる人っていうのはその素材の質が落ちたり素材競争になっていけば、うん、なかなかその工夫のしようがないんですよね、まあ、せいぜいあの露出の多いちょっと改造した制服みたいなのをね着るぐらいで,でしかも年齢を重ねると今度ね露出の多いのもちょっと本当に大丈夫なんだろうかっていう風になってきたりとかしてまあ要するに。 限界が来るんですよね若さに依存した商売って限界がすぐ来るんですよでもその経験とか知識を商品にするとどっちかっていうと、ね、多分私はすごい高い確率だと思うんですけども私はその若さを売り物にしてないんでこのまんま一日一日日が経てば経つほど経験やいただく相談やそれから解決や 挫折とかっていうのを目にするわけですから多分3年前よりも今日の方が価値の高い放送できると思いますし今日よりも3年後の方が価値の高い放送できると思うんですよねしかも付き合いが5年10年の方ともさらに深い中でやっていきますからね、うん、だから売るものを気をつけないといけないなと思いましたねまあまとめるとね若い女の子が水着で出てるよりもおじさんが喋ってる方が トータルでは人気になるってことでしょう、やっぱり。うん、だから瞬間的に考えるとね、若い女性が出てる方が多分いいんでしょうけども、あくまでも瞬間燃焼してしまって、消費されて廃棄されるんでしょうね。残念ながらね。マーケットの現実です、それが。で、結局ね、あの、まあ、FX もそうなんですけども、サポート1年で消えていく人よりも、ずっとやってる方が、 信頼はされるんだろうなと思います、ねうんまあということでねあのー、今年はちょっとだけ FX の専門講義 FX オリガルヒを強化していこうかなと思いますもうあと数か月だったら1周年になりますからねあっという間の1周年ですねうん、まあ、私も FX7 年でさすがに7年やってたらね誰でも FX は勝てるようになりますよもう7年やれとは言いませんけどね3年ぐらいで ぼーっとしててもいけるようになるんじゃないですかね、うん、FX はあの長反爆死の五分五分ですからちょっと傾ければいいだけなんでね価値の方向にあとは投入する資金の勝負で投入する資金と生活費のバランスが取れていけばもうお金はなくなりませんよって世界に入っていけるんでね本当に考えてみれば簡単ですよ、うん、じゃあ今日はそんなところでいってらっしゃい